はい。皆さん、こんにちは。ミカミックスです。バイオハザード7体験版の第2回目、やっていきましょう。ちょっとね、テンションを上げて、自分を鼓舞していかないと、ほんと怖いんで、無理やりにでも、明るくしていきましょう。で、最初のこれとかって飛ばせんのかな飛ばせなさそうだな。見ないといけないのかなお、飛ばしたかな これをね、毎回毎回見るのもちょっと大変なんでまさすがに最初のあれは内容変わんないでしょうそしてここのねロードも相変わらず長いっていうロードの長さはねやっぱプレステ4になって気になりますよねプレステ4でロードが長いっていうのはちょっと致命的なんでてかさもうこ,この段階で動かせるんだけど あれ動かしてるよね館から逃げろ。ま,あ、まずは、この館から逃げるっていうのが最大の目標ですよね。で、この前逃げようとしたら殺されちゃったっていう。えーっと、えー、まあ一個ずつもう一回見ていきますか。やつらを石で叩き殺す。 石とか言われてもね、これ別に裏面とかなんもないもんね。一個ずつ一個ずつちょっと丹念に捜索していきましょう。しゃがむっていうことがね、できるのが分かったんで、あーでもここはあれか。あでもあるか。いけるようにはなってんのか。一個ずつ一個ずつ注意深く <laughs>。 あんまり注意深く見たくないんだけどさ、ほんとは。えーと、ここはもうこの紙だけ。これ、段ボールの中とかね。とりあえず開けてみればいいのに。ブラウン管のテレビみたいなのもさ。なんでここだけ電気が来てるんだよ、ほんとに。電気スタンドとかね。で、あー、これなんか、一応、 一回ピアノを弾こうとしておおガチャってなってでこれなんか起こってない別に違うかただのガラクタかなであとこれなんですよねこれヒューズが抜けているこのヒューズを 探し出し出たいんだけどえっ、ー、とフューズボックスこれ何 ?2 階ステイヤーズ3階え意味がわからんデンジャーって書いてあるねデンジャーってあとはこっちとかえ何今外嵐なの 雨降ってんのなんかすげえ明るい世界が待ってる感じだったんだけど前回の終わりは明るい世界だーってなって死んだみたいな特に何もないよねドアを開けるででだよこういうところも一個ずつ 一個ずつ見ていきましょう、一個ずつ。しゃがんで、なんかしゃがんで捜索できないかなっていうのをね、ちょっと思ったんですよね。前回そもそもしゃがむっていう行為を知ったのが結構最後の方なんで、こういうところとか、こういうバケツとかね、なんもない。こういうのも、ないね。 ビデオテープはやっぱり取った方がいいのかなでもビデオテープって結局、あの、秘密の地下室があるよっていう、ことだから、こういうのとかね。開けられる。あ人形の指。他はアイテムスロットの確認は。あれなんで、人形の指をどっかにはめるのかね。マネキンがいっぱいあったけどね。 こういうチェックしてないところがまだ多分あるはずなんでこういうところを入念に確認していきましょうちょっと上登ってみるもう一回上登ってこのガチャとかさ自分が立てた音なのかさどっかでうわ、ちょっと怖いわマネキンここら辺のマネキンとかどうなのそもそも 腕ねえし、指どころか腕がない。いきなりマネキンが出てくるとビビるな、本当に。うん、他は何にもないかな。こう探索してて、なんかいきなりね、わーって出てくるのもビビりますけど。そういや、拳銃の弾ってどこだったっけ拳銃の弾。 手に入れたけどさ、そもそもさ、敵らしきものを <laughs> 遭遇してないからね。ゾンビみたいなやつとか。こういうゴミとかね。何にもないか。こういう引き出しは特に調べられないかなないね。手に入れたは手に入れたんだけど、新しいアイテムを。使い道がわからないな。 これもう一回調べてみようか。あ、これステイヤーズか。階段が出てくるのかな、これ押すと。やっぱりヒューズなんだよ。やっぱりヒューズを探し出そう。まあ、探し出そうって言っても、くまなく調べるしかないんだけどね。ここに何があるか。ゴミばっかだな、本当に。 あこういう壁とかね、なんか触ってみてなんか新しい発見とかあったりするのかなうん、こういうところとか開けられるここは特に何にもないよね。で、冷蔵庫なんだよね。冷蔵庫開けても。 別にっていう感じだからね、これ起っこったの見ても。なんかあるこれとか意味わからんし。うん、特に何にもない。まあ、閉めておきましょう。だと、こっち。電子レンジ開けて、なんか変なカラスみたいなのが入ってるだけ。 こなんもない,よ、ね、なんもない触ってみる触れないかあやっぱり外雷鳴ってるねであとこの水道あ虫か虫とか薄に <laughs> 虫とかは動いてるんだ気持ち悪いなえー、この水道みたいなのどうすんの前もでも閉めたよね 閉めたから何なのっていう特になんにもないけどであとはこの鍋だよねうわってうわー,ってうわー <laughs> でこん中なんかある物が何だか分からんけど特になんにもなさそう。 調べるだけで、だいぶ時間を取られるけど。あ、ここが開けられるね。えっ、ー、と、小さな鍵穴が開いている。ああ、また鍵か。ここはん特に何にもない。何もないよね。何もない。で、ここは開かないと。もし小さな鍵を手に入れたら、ここが開けられそう。で、上。上は何にもない。 うーんでまたこっちに来てでここはビデオテープがあったとこだよねビデオテープがあったとこでこっから先はこっちも特に何もないよねうん で、この棚も特にはない段ボールの中も調べられないでここにあそうそうそうチュチェーンカッターは取っておきおう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 ここで人形が起こってくるのかどこにあったの人形邪魔だこれでここは輝かしい未来が あるんだけど、出てかさチェーンカッターでさこれぶっ壊せそうじゃん <laughs> 鍵がかかってるこの寄付みたいなのが何なんだなんか吊るしてあるねうーんでこっちの方なんか処理してたんだなこの謎の機械ででそれでチェーンカッターが落っこって ビデオとか、うん、なんかそうするとでもな、前と同じだからね、やってることが。何にも変わってないからね。新しい発見が、特に何にもないんだけど。とりあえず、チェーン買ったー武器にならないのあ、これ何 <laughs> うわっみたいなのができる。多分な、拳銃とか持ってると構えたりできるんだろうけど、そもそもその拳銃がないからな。 うん特に特に進展がないな進展が難しいねえー、でここなんだっけ暗くて暗くてわかんない こういうとことかね。チェーンカッター、とにかくいろいろさ。ぶん殴ってみればいいと思うんだけど。あれこれなんだっけあ、お風呂場的なのだっけあ、そうそうそう。トイレあったね。で、これはあ、はあ、ここね。ハンドガンの玉。手に入れました。たハンド感がない。 武器的なものがあるとね、だいぶこう、気持ちも変わるんだけど、ここら辺も、特にだな。こういうところ、下とかなんか、薬品みたいなのがあるけど、特に反応はなし。うん。 で、この浴槽みたいなとこ,ろだよ、ね、でこ,こも確かに何かね、差し込めるんだよね。あと、これ、なんかあるね。えっ、ー、と、タンクの水が空っぽのようだ。ああ、まあ、水が入ってないから水は流れませんと。えー、このシャワーはでも出てるよね。水道局とはつながってんのか。ただ、調べられる感じはしないからな。 浮いてるやつとかも別に、うん、なんの、無反応だしね。えー、ここは、ここは以上だよな、そうすると。特に何にもありませんと。じゃあまたこっちへ進んで、 うんこういうところとか。ああ、開けられるね。これは何白紙の手帳。え一応、開けたら閉めましょう。俺は結構、パナシって呼ばれてるんで。<laughs> 開けっぱなしとかね <laughs>。えっと、あ、ここか。ここにもハンドガンの弾あったね。そうか、そうか、そうか。さっきのは初めてか。洗面所で取ったハンドガンの弾は。 ここから見るとなんか外は明るそうだけどね。こういうところとかは特に調べるところはなしと。で、こっち、また鍵。やたら鍵があるね。まあ、この奥もめっちゃくちゃ怪しいけどね。こことかはあれ何も入ってない何も入ってない。何も入ってない えそうするとマジで分からんもう俺的には調べ尽くしたんだけど俺的には調べ尽くしたけどまだまだなんかあるかだってここは何もないでしょもう。 手帳か、ちょっと手帳見てみよう。何も書かれていない手帳。アイテムを調べます。決定。で、回す。どうなんかある <laughs> マジさっぱりわからん。ページをめくれるわけではないしね。うーん、なんかこの間に挟まってるとかえー 別に何にもないよななんか光の加減で文字が浮,浮かび上がってくるとかいやー違うなー人形の指とかあ合成するって何人形の指なんてまあ、多分人形のなんとかを手に入れて合成するのかじゃあチェーンカッターはチェーンカッターは別にだってね いや、これ絶対武器になるでしょ。ハンドガンの弾もそもそもハンドガンがないと、本体がないと話にならないから、このおっさん、怖えなこういうところなんか、こういう、え、触ろうとしたら、なんか出てくるとか上とかはあんま見てないんだけどな、そういえば。そこまでちょっと全部は見切れないよ。 暗いからねでここだってあと戻るだけでしょうんでそうするとまた自分の部屋に戻って自分の部屋じゃないけどさ <laughs> 最初にいた部屋に戻ってえここなんかある ここだってビデオテープこことかもまあ別に一応地下室的なとこいくだけ行ってみますかもうすでに知っているでこの前は鍵を取ってやったーって言ってそのまま 出てきただけだけからもうちょっとだけ細かく見てみますかこっちの方とかねうん特にあヒューズあったこんなところにヒューズがある,あるとは見つけたぜで一応刈り取っておきます虫が <laughs>。 鍵取っておきますかあれ,鍵なく、ね、あれ見てないから鍵がないのまあでもちょっとヒューズ手に入れたからいいやこんな近くにヒューズがあったとはさあさあさあ新たな発見ヒューズいやでも新たな発見があるとそれはそれで怖いんだよね何かが起きそうで よし、一応ちょっと階段の方へ行きますかそうするとやだなーおお自分の影か今左から来た自分の影に超ビビったさささっと見てうおー怖いクオ、うん、ー なになにとりあえず押そうでででなになにどこあこれかやだー行きたくないマジで行きたくないマジで行きたくないけど新たな第一歩を踏み出せ踏み出せ俺 ここからまた慎重に行こう。えこうね、喋りながらね、ちょっとやってるとね、ゲーム内の音楽、音楽っていうか効果音とかを聞き漏らしちゃう可能性があるんですよね。俺、自分の喋り声で。ここ開けよう。特にない。えー、っと、また怪しい電話があるよ。 電話かけて助けを呼ぼう110番絶対電話線つながってねえしダメかみたいなえー、っとあとはこれこれ何これ何いつものヘリ監視されてるん軍のヘリっぽい感じかな この家は何か監視されるようなことがあったのかえー、っとまたマネキンこのマネキン多いねちょっともう少し奥に行きますかああなんかまたさ怪しいよねあれ怪しいけどな行きたくなるのが人の差がなんだよね これも人のさがか。えー、怖い怖い怖い。いや、超怪しいよ。あの光。やっぱりね、こういう暗闇の中にいるとね、光に向かって行きたくなりますよね。地下室の鍵。地下室の鍵地下室ってどここれなんか押せんのお、押せる。押せるっていうか。 お、なんかなんかできるんだね。無理やり。さあ、どうする光に向かっていくか。うん。学習能力ないかな、俺は。行こう。さあ、登るぞ。登った先に何か。ああ、鍵がかかってる。外へ通じているようだ。結局、鍵か。 なるほど、一応こっからも外へは通じているということだねそれはまあ覚えるだけ覚えておこうえー、じゃあちょっとこの部屋はこんなものかな外に出てこれ電気ついてんね っっから来たんだっけそういうのすぐ忘れちゃうんだよなあれこっから登ってきたのかあっち側とかは特になさそうだなここはこれだけ地下室の鍵をね手に入れたんだけどその地下室がよく分かんないんだよなこっち側がまだいけるか ここういういところもうちょっと調べよう。ない。いやー、これは行き止まりだけか行き止まりなだけか。うーん。一回下に降りるか、そうすると。 まあ、多分地下室の鍵をゲットしたっていうのが今回の収穫なんだなさてそうするとそうするとまた分かんなくなるんだよね地下室が分からん地下室への鍵ってこと鉄格子みたいなところがあったんであそか ここが通じてるのかなちょっと行きますかあっちの方へでこれはこっちここがね出た瞬間がいつもわかんないんだよねどこだっけここ これどう開いてしまったマジか開いてしまったよえそうか地下室への鍵だから <laughs> 上見ながら階段下りてるって <laughs> とんでもねえな,いなこの暗闇の中なんか上から来るかもしんないからねいきなり。 えーっとやだ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 地下室で折れてしまったよ大体いいさこの家なんなのなんでこんなに多重構造になってんのこれなんだなんかの装置だ何かやってたんだなやっぱりこの家監視されてたとかさそういうのあるけどなんか怪しい部分があったんだよ まあここを先す、えー、なんか音がするこれ何なんかすげえ人間っぽいんだけど <laughs> しかもさ動いてるしえー、何これ超怪しい実験体なんかの実験体っぽいな実験室だなこれはなんかの人体実験が行われていたんだ ここ電気ついてんね。チェーンカッターちょっと持とう。チェーンカッター。あれバルブハンドルがある。ゲット。いろいろでも。あれこれ何え何してんのえ今何した蹴っ飛ばしたの殴ったの <laughs> よくそんな気になるな。絶対触りたくないけどね。 なんかどれか一つ動き出しそうな気もすんだよな奥に行くかなんか人形みたいなのが置いてあるけどよくこんなとこちょっと探索,探索する気になるよなうわーい何何何何何かいるなんかいるこあ <laughs> 待って待って待って 抵抗するあるにえちょっ待って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 あれだチェ,ーンチェーンソーじゃなくて待っ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 て生きてる俺生きてるちょちょちょっと逃げろ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 んかあるなんかある,なんかあるえ何何何なんだよこいつ無理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 ,無理やられた出てきたね化け物系が いやー、ビビったわーって言うと、やっぱ拳銃が欲しいね。っていうかさ、あれ、あれで殴れば、チェーンカッターで殴れよ <laughs> あれ、絶対武器になるでしょうえー、というわけで、じゃあ第2回目は、ちょっとモンスターに襲われて死んでしまったということで、いやー、これね、セーブができないっていうのがね、辛いっすよね。また多分最初っからでしょ、これ。うーん、一応ね、バルブハンドルとかね、手に入れたんで、先にはまだ、 進めそうな余地がありますね、えー。というところで、じゃあ、バイオハザード体験版第2回目はこれで終了したいと思います。えー、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローとしていただければ幸いです。